ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、闇が深い画像を見てたのよ。すると、見てる途中でいきなり怖い画像に変わって、めっちゃビビったわ。そういう自負形式の画像ってあるよな。ただ、思ってたのと違うのよねー。これまで紹介したような画像を期待してたから、それじゃないのよ。なるほど。とすれば、今日は事件とか事故、普段のニュースに隠されてる邪悪な部分について見ていくとするか。待ってました。今回はどんな画像が出てくるかな？調べてみるとかなりぶっ飛んだ事実が見えてくるから、驚くこと間違いなしだ。それじゃあ今回はネットがざわついた闇が深すぎる画像について解説していくぜ。最初に紹介するのは妹。これは妹をとんでもないものと間違えて蹴っ飛ばした結果、命が助かった女の子だ。とんでもないもの？一体何かしら？これは想像もつかないと思うぞ。2008年7月20日の午前4時頃、北海道羅臼町にある羅臼温泉野営場にヒグマが現れて、北見市の女子中学生たちが寝ていたテントを襲ったんだよ。とんでもないものって、クマ、すぐ逃げなきゃ。そうしたいところだけど、彼女たちは違った。ヒグマはテントを外から押し続けてたんだけど、とある中学生は自分の妹がいたずらをしてると思って、内側からキックで応戦したんだ。マジで反撃されたりしないの？それが、こうしたおかげで助かったぜ。テントは50センチくらい避けてたけど中学生に怪我はなくて、ヒグマは笹藪へ逃げていったぞ。うまく撃退できたのね、よかった。周りの大人からすれば、気が気じゃなかったけど、そばにいた母親にはテントの向こうにいるヒグマの影が見えてたし、他にも目撃者がいたんだから、そうした人たちはもう女の子が助からないと思ったろうな。もうダメかと思うわよね。クマからすれば、人間の女の子なんてワンパンでしょ。体重70キロ前後の若いヒグマだったそうだから、余裕で仕留められるな。どうやら最初は鹿の親子を追ってたけど、途中から匂いを嗅ぐような仕草をしてテントに近づいていったそうだ。若いヒグマは人間の怖さを知らないから、対象間違えば命に関わるぜ。ひえー。無事でよかったわね。次に紹介するのはタプー。これはタプーを入れたのはいいものの、後からになって衝撃の事実が判明したものだ。何かしらこれ？1216？ これ、誕生日なんだよ。日本テレビが2011年1月20日に放送したタプーを消したい女たちっていう番組のワンシーンで、この女性は彼氏の誕生日が12月14日なのに12月16日だと思い込んで1216って入れちゃったぞ。マジで、何の関係もない数字を体に入れるとか、完全にやらかしたな。タプーって入れるのにかかる料金に差があるんだけど、コインサイズなら5000円から1万、5000円、タバコサイズなら2万円から3万円くらいが相場だぜ。ってことはつまり、間違ったタプーを入れるとそれだけのお金を捨てたようなものね、と思うかもしれないけど、そうはいかない。タプーを消すにはその何倍もの大金がかかるんだから、これもまた衝撃的だった。そうなの、というか、タプーってどうやって消すわけ？レーザーを当てたり切り取ったり、削ったりするぞ。レーザー治療ではタプーの色素にレーザーを照射して色素を破砕した後、細かくなった色素を排出するんだ。これが手のひらサイズのタプーで1回約6万円前後で、約5回から10回の手術と1年から1年半程度の期間が必要になるぜ。6万円で、しかも5から10回ってことは、30から60万円かかるわけ。数万円のタプーを消すのに、その何十倍ものお金がかかるわけだな。あと、タプーを皮膚ごと切り取って傷口を縫い合わせる切開法っていうのもあるんだけど、これは手のひらサイズで20万円前後だ。除去自体は一度の手術で済むから、レーザー治療の次に手術する人が多いんだよ。これが一番安そうだけど、皮を切り取るのかー。なんかおっかないよな。あとは皮膚を削り取る削皮っていう方法があって、手のひらサイズで15万円前後かかるけど、完全に皮膚が再生するまでに2から3ヶ月が必要で、それまでは毎日、患部を覆うガーゼを変えなきゃいけないぞ。お金も時間も半端ないわね。タプーを入れるなら、絶対に消さない覚悟が必要だわ。次に紹介するのは俺の女。これは公園にいた彼女が別の男の手にかかってたからとっさの暴力で助けたんだけど、前代未聞の大事件に発展したものだ。恋人が襲われてるわけね。でも、それを助けたのに事件になるって？これは彼女が問題だった。2022年3月5日午後9時前、東京、北区の赤羽公園にて、猫を可愛がっていた男性が暴行された事件なんだ。この時、犯人の中村博樹はおいてめえ、俺の女に何してんだ。金出せって発言をしたから、これが波紋を呼んだんだよ。俺の女って、まさか猫、それが自分以外の男に可愛がられてたから、その人に暴行を働いたわけ。信じられないけど、それが事件の全貌だ。公園で猫と遊んでいた男性に対して中村と19歳の少年が絡んで、男性のカバンに入った巾着袋を奪ったぜ。ええ？
被害者の男性もビビったでしょうね。猫俺の女呼ばわりするやべえ奴に絡まれたら、そりゃビビるだろ。一連の出来事は防犯カメラに収められてたから証拠はバッチリ残ってて、すぐに逮捕されたぞ。まあ、そうなるわよね、当然。盗んだものもあるわけだし、言い逃れはできないわ。こうして逮捕された二人だけど、見苦しい言い訳をしてたんだ。警察の調べに対して19歳の少年は金が欲しくてやったとのことで容疑を認めたけど、中村は少年が胸ぐらを掴んだりしましたが、金は取っていないとか言って容疑を否認したんだよ。いやー、その言い訳はきついわよ。カメラ見れば一発でバレるわ。この後に及んでまだしらばっくれるとか、マジで残念な頭してるよな。ちなみに、事件のあった赤羽周辺は昔ながらの猫の街で、特に赤羽公園の猫は周辺住民からすごく可愛がられたんだ。そんな街で、猫を彼女扱いして絡んでくる連中がいるとは。住民も猫もびっくりだわ。次に紹介するのは選挙。これは若い世代の選挙に対する意識を暴露したもので、共感できる人も多いと思うぜ。選挙かー。若い人は興味ないわよね。それより興味深いものがあるっていうのが特徴だ。2013年、フジテレビが放送してる朝のニュース目覚ましテレビにて、AKB48 の総選挙と安倍首相が上下両院議員の選挙をコントロールできるかって調査を、日本人を対象に行ったんだ。あ、これは、日を見るよりも明らかね。ああ、答えは圧倒的で、AKB 総選挙が 68% で、ほとんどの人が国会議員になんて興味がないっていう悲惨な結果が判明したんだよ。うん、知ってた。一応聞くけど、若い人が政治の選挙に興味がない理由ってあるの？あるぞ。中高生を対象に選挙に行かない理由を聞いたところ、最も多かった回答は自分が投票しなくても政治に影響はないと思うからだってことが判明してるぜ。たった一票だもんね。入れても入れなくても一緒でしょ。選挙に関わる人からすれば、大きな一票だけどな。これは中高生の選挙に対する意識調査で明らかになったんだけど、これは現役中学生、高校生、20歳以下の浪人生を対象に実施して、調査期間は2019年8月16日から10月12日で、回答者数は285人になってるぞ。2020年からは流行り病の影響があるから、正確なデータが取れそうにないわね。だから、ちょっと古いけどあえて2019年のデータを参考にするぜ。高校生が選挙に行くきっかけを聞いたところ、最も多かった回答は自分の一票をおろそかにしてはいけないと感じたからで、他には両親、兄弟が投票に行っていたから、学校で選挙に関する話を聞き、興味を持ったから、選挙に行ったことがない、行く気がなかったから、政党が打ち出した政策に共感したからの順で続いたんだ。あら、結構真面目な理由で選挙に行ってるのね。いいことだよな。それで、選挙に行かない理由は何か聞いたところ、最も多かった回答は自分が投票しなくても政治に影響はないと思うからが 76%。他には面倒くさいから、若者向けよりも、高齢者向けの政策が目立つから、政党が打ち出している政策の違いがわかりにくいからの順で続いたんだ。まあ、誰もが一度は思うかな。自分一人が投票しないからって、どうにかなるわけでもないしね。自由記述の欄には選挙に行く意味がよくわからない、関心がないって意見が多かったから、そもそも興味がないってのも大きな理由だろうな。ちなみに、どうすればもっと若者が選挙に行きやすくなると思うか聞いたところ、政策をわかりやすく比較できるものがあるが約 60% で最多だったぞ。まずわかりにくいっていうのはあると思うわ。ニュースとかでいろいろ話してるけど、何のことかさっぱりでしょ。普段からその話題を追ってないと、わかんないよな。具体的には、国が主導して選挙システムや政策について若者向けに簡単に説明するべきだっていう意見が多く集まったぜ。あとは、もっと手軽に投票できるシステムがあるインターネット投票など、若者向けの政策給食の無償化や待機児童解消を目指す政策などを増やす、政治家を身近に感じる機会があるって続いたぞ。政治が遠い世界のものっていう認識なのかな。政府はもっと若者に寄り添わないと、そのうち誰も投票しなくなるわよ。次に紹介するのは暴走ジジイ。これは車を運転してた年配の男性が、とんでもないところを爆走してたものだ。とんでもないところ？少し前に逆走ジジイっていうのが流行ったけど、まさか高速道路を逆走してたとか？それより悪質かもな。2017年10月10日の22時15分頃、JR 北海道室蘭線で83歳の男性が運転する乗用車が線路を走行するトラブルが発生したんだよ。まさかの線路、よく電車と鉢合わせなかったわね。もしぶつかったらと思うと、大事故確定だな。乗用車はそれから踏切付近で脱輪したから線路内で停止して、その後、非常スイッチが押されて近くを走行してた貨物列車が停止したぜ。大迷惑になってるじゃない。
怪我人がいなかったから良かったものの、かなりの迷惑になったな。列車の運転手が事態の確認を行って、23時32分頃に乗用車の撤去作業が完了したぞ。JR 北海道は線路点検をして、翌日の1時27分頃に運転を再開したんだけど、一部列車の運休とか遅延が発生したから、150人に影響が出たんだ。お店に突っ込んだり歩行者に突撃したり、高齢者ドライバーは怖いわね。早めに免許返納した方がいいかも。次に紹介するのは日本語 T シャツ。これは日本語がプリントされた T シャツなんだけど、そこに書いてる文字がかなり失礼だった。たまに見るわよね、そういうの。今回紹介するのは滅多に見ないと思うぜ。2013年9月3日に放送されたフジテレビのニュース番組メザニューにて、外国人観光客をインタビューしたんだ。番組では日本語 T シャツを着てる外国人観光客を特集したものの、その時に写ったシャツがこれだぜ。何これ、斬新な自己紹介ね。店員に勧められたそうだし、多分本人は言葉の意味を分かってないと思うぞ。この T シャツは入江商店っていう会社が作ったものだと考えられて、商品名はムッツリスケベ T シャツで、お値段は2200円だ。たっか、パーティーグッズみたいなものだから、そこまで強気な値段設定なのかしら。まず日本語が好きで着てるってケースが外国人には多いから、多少値が張っても買うんだろうな。こういうシャツで人気なものをランキングにしたものがあるんだけど、それによると一文字の漢字とか言葉、四字熟語なんかがポピュラーになってたぜ。そうなんだ。漢字って世界でも使ってる国が少ないし、珍しいのかな？まあ、理由はそれぞれあるから、ちょっと見ていくか。第5位は桜 T シャツ。桜の他にも愛、志、侍を使った T シャツが人気で、あとは左右対称でバランスのいい美、幸が好かれるし、新葉破局線の美の塊だ、とのことで道、進むも人気だな。結構こだわりがあるのね。漢字の意味というか、デザインが好きなんだよ。第4位はお疲れ様ご苦労様 T シャツ。この T シャツを着ていれば日本語が話せなくても会話している気分になるからいい、とのことで、他にもいただきますごちそう様も外国人にはとって面白いようで、人気だな。挨拶 T シャツかー。これは日本人が着ても面白そうね。飲食店に入るときにいただきます T シャツとか着たいぜ。第3位は相撲 T シャツ。日本の国技、相撲を表したこの T シャツは表側にある漢字とローマ字の組み合わせがクール、とのことで、それに加えて背中に横綱の2文字があるぞ。おお、これぞ日本ならではって感じね。ただ、これを着るときは気をつけなくちゃいけない。相撲の絵がかっこいいし、相撲という文字自体もかっこいい。って人気な反面、痩せた人がこの T シャツを着てたら笑ってしまう、なんて意見があるからな。そうなの、スリム体型の人は着れないわね。大柄な人にぴったりのお土産にもなるぜ。第2位は四面楚歌 T シャツ。漢字がたくさん並んでいれば、とにかくもうかっこいいと思えるようで、四字熟語 T シャツは大人気なんだ。いや、周りが敵だらけって意味なんだけど、まあ、本人が満足してるならいいだろ。他にも一期一会、神羅万象、不撓不屈がある一方、焼肉定食とか海外遠征みたいな言葉もあったぞ。もはや漢字を並べただけ、海外旅行に行くときに海外遠征、定食屋に行くときに焼肉定食を着るのかしら。TPO をわきまえてるな。外国人からしても言葉の意味は分かっておきたいようで、漢字 T シャツはかっこいいけど、着るならちゃんと意味を理解しておきたい。この T シャツは表に意味が書いているからクール、恥ずかしいことにならないとのことで人気なんだ。そう?あまり変な言葉が書かれてないシャツを着てね。そう言われたら、栄えある第1位が言いにくいな。栄光あるトップは婚活中 T シャツで、婚活中の複雑な心境が擬音語になってコミック風のデザインが受けたんだよ。言った旗からこれよ、もし着るときは独身の人だけにしないと、大変なことになるかも。次に紹介するのはバルーン泥棒。これは店頭に設置されたバルーンを盗んだ事件の画像なんだけど、その犯行動機があまりにもおかしかった。そういうのあるわよね。店先とか店内に置かれて広告にもなってるわ。ただ、それに魅了されたとんでもない男がいたんだ。2017年5月19日、不動産情報サイトスーモのキャラクタースーモが書かれたバルーンを盗んだとして、大阪府東大阪市のタクシー運転手の男53が窃盗などの疑いで大阪府警に逮捕されたんだよ。スーモを盗んだの、どうしてまた、というのも、触って癒されるために盗んだとのことで、府警が男の自宅や車を固く捜索した結果、スーモを含む他のバルーンも合計して20個あったぜ。そんなに盗んだの、どんだけバルーンが好きなのよ。しかも、白昼堂々盗んでるんだから驚きだ。男は逮捕される2日前の午前11時10分頃、大阪市中央区の不動産仲介店で、店内に設置されてたバルーンを盗んだんだよ。お昼時ね。そんな時間帯に泥棒を働くとは、どんだけ好きなのよ。ちなみに、このバルーンって1万円くらいするから、盗まれる方はたまったもんじゃない。男は業務中にもかかわらずバルーンをタクシーのトランクに入れて立ち去って、それをお店にいた経営者の男性が発見して通報したぞ。あらら、
これでバレちゃったのね。ただ、彼は寂しい人生を送ってたことが逮捕後にわかったんだ。男は一人暮らしで、寝室のベッドの周りには数ものほか、食品会社のキャラクターが描かれたバルーンが置かれてたんだよ。ソフトバンクの CM に登場するお父さん犬が描かれたバルーンが4個も見つかってたから、余罪もありそうだな。20個のうち4個がお父さんってことは、16個が数もかー。随分集めたけど、これがベッド周りを取り囲んでるとか、癒されるより怖いんだけど。次に紹介するのは13歳。これは東大で起きた前代未聞の事件で、当時はかなり騒ぎになったんだ。東大の事件、物騒な話ね。謎多き事件として、今でも語り継がれてるな。2011年9月9日と10月14日、東大に置かれてた自転車のサドルが次々とブロッコリー、ないしはバナナに差し替えられるっていう、奇妙な事件が起きたんだよ。え？それだけ？ああ。犯人の動機は不明で、抜き取られたサドルは自転車のカゴに入れられて、部品を取り外して持ち去った形跡もなかったから、警察は悪質ないたずら及び器物損壊とみて調査を進めてたぜ。まあ、奇妙な事件ではあるわね。怪我人とかいなくてよかったわ。いたずらされた方は困っただろうけどな。まあ、被害者の中には刺さったブロッコリーを食べた人もいたから、全員が嫌がったわけじゃないと思うぞ。食べたの、毒とか入ってたらどうするのよ。かなり度胸があるよな。それと、近くにあるフェンスに赤いペンキで縦2メートル、横10メートルにわたって13歳ストリートアワーズ。って落書きがあったんだ。なんで、野菜も食べて健康に暮らせってことかしら。次に紹介するのはコンパニオン。これはかなり際どい衣装を着てイベントに参加してる美女たちの画像で、もはや服を着てないような人までいたんだよ。おお、これは目の保養にいいわね。特にすごいのが2019年1月11日から13日に幕張メッセにて開催された車の展示会東京オートサロン2019だ。パーツ販売を手掛けるゴンタヤにて、ほとんど胸丸出しのコンパニオンが登場したんだから、もうこれがマジですごい。うわぁ、これもう服着てないでしょ。かろうじて大事な部分が見えてないだけだな。水着でもこれと同じで紐水着なるものがあるけど、それとほぼ同レベルだぜ。でも、着てる場所が場所よねー。紐水着は水着だから海で着るし、周りにも水着を着てる人がいるでしょ？それなのに、車の展示会でこれはちょっと、かなり過激だよな。ゴンタヤでは過去にもこれと似たような衣装でコンパニオンが登場したことがあるから、もしイベントに出てるようならぜひ見ておきたいぞ。これ以外にもやってるの、子供には見せられないわね。こんな感じで、ネットがざわついた闇が深すぎる画像っていうのがあるんだ。事件とか事故も調べてみると信じられない事実が隠されてたり、何気ないニュースにも悲しい現実が潜んでるんだよ。コンパニオンとかほんとビビるわ。興味のない展示会でも、露出の激しいお姉さんが来てないか期待しちゃうわね。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。